で今神志を清めた後にあちらに見えますスサノオ神社の拝殿でね、二礼二拍手一礼をして、こちらにね来られた感謝を申し上げまして、今ねまた拝殿からちょっと離れたところで撮影をしています。こちらの動画なんですが、宮司さんに許可を取ってね、許可をいただいて境内でね撮影させていただいてます。ですがね、拝殿のね周辺っていうのはねやはり神聖な場所なので、そんなにねカメラを回していいものかっていうのもあったので、ちょっとね離れた場所で戻ってきて撮影しています。あと神社の境内撮影される時はあくまでね神社っていうのは神聖な場所なので、信仰のね有無に限らずカメラをね、回すっていうのはそのね神社のマナーですとか、あと宮司さんとかにね神職さんに確認を取って、撮影をするようにしましょう。でこちらのスサノオ神社なんですが、869年、なんと869年、1000年以上も前に建てられたものです。でこちらの神社、清和天皇、時の天皇である清和天皇の勅命により建てられました。その時代に地震や災害などで国に不安が高まっていました。そこでね神様のね力を借りて国の不安をね和らげていこうということでね、この神社スサノオノミコトという神話でもね指折りのもう有数のね力の強い神様なんですが、その力の強い神様を愛知県の津島神社から勧請し、こちらにねお祭りしたのが始まりと言われています。でこちらはね権現造り、立派な建物でしょ。私はねこの建物がねすごくね神社建築として大好きで、よくねこちらのお写真をね、セミナーでもね使わせていただいてます。でこの869年に建てられてから、清和天皇といえば何でしょうか。そう、源氏です。武士のカリスマ源氏ですね。源頼朝源氏、足利氏も源氏です。武田信玄も源氏です。そういったね源氏のカリス、武士のカリスマ源氏の祖が実はね清和天皇なんですよね。だからその清和天皇のが勅命で作られたお社ということで、有名なね源氏の武士もね来てますので、その辺のねエピソード、必勝祈願のエピソードなんかもねご紹介したいと、セミナーでね詳しくご紹介したいと思います。ではね今日は動画をご覧くださりありがとうございました。またセミナーでお会いしましょう。